はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は6月1日月曜日、時刻の方は14時43分です。てれっててんぐへへへへ。はい、そんなわけでね、今回はオーディオ雑談になりましたね。お尻の下には、はいね、ちょっと前に紹介したこのゲルクッション、これがね気持ちがいいんだよ。これね、以前紹介した、まだこれゲルクッションが出始めた頃のやつっていうのは、こうすぐ潰れちゃうんだよね、グニャンつってね。これね、すごい蜂の巣状がこうずれた状態でね、二重構造になってるか、すっげえ丈夫で、これはね気持ちがいい、うん、よいしょ、ね、体重80キロのおじいがね乗っても、底敷き感がないです。めちゃ気持ちいい。で、今日はね、今どれぐらいかな、お昼前、ね、ぐらいからずっとね、ちょっとここで、まあ、趣味ね、音楽を聴いて楽しんでいました。でね、今ここに相葉山さんの おじいがね大好きなチューブ T5 とノブサンドさんの P1 ね、これが2つあります。で、今ね、この T5 で今もうずっとお昼頃からね、もうかなり長い時間こちら電源入れっぱなしです、これね。で、このタオトロニクスさんのこのヘッドホンね、これ新発売したんだけども、これがものすごい大人気で、でタオトロニクスさん一瞬で完売しました、これね。で、次回の入荷は6月の5日です。ツイッターで予告してましたね。おかげさまで本当完売ね、瞬間的に完売しましたってことで、それぐらいね、タオトロニクスさんはもう世界的に有名なんで、でファンがねものすごく多いんだよ。で、おじいもね、一番最初はディスクトップライトを紹介させてもらって、安いんだよ。で、安いんだけどすごい使いやすい。ここが角度調整できたりとか、7段階調整できたり、色調もね、ちょっと依頼のあれもちゃんとついてるしね、すごい見なくても直感でタッチパネルなんだけど使えるんだよ。だからおじいのところに常時置いてあるんだけども、すごくねいいんだよね。で、サウンドバーも音がすごくいいし、おじい、タオトロニクスさんの長いサウンドバーがあるんだよ。あれをねちょっと試してみたいなと思うんだよ。でも、タオトロニクスさんにあと1個ね、もう昔からもう何年も前から売ってるやつで、コードがついたワイヤレスイヤホンなんだけど、ABC 起動がついたね、こんな装置がついたやつがあって、それがロングセラーなんだよね。で、それもねすごい気になってるし、あとそれがついてないすっきりしたタイプのやつもあるんだけど、それがね本当どんな音するんだろうなと思って、すごい気になるぐらい、タオトロニクスさんは面白いアイテムね、安くていいアイテムをいっぱい投入してます。で、今回のねこのヘッドホンなんだけども、これね、今おじいが過去に紹介した中で、まあこれがどのポジションに入るのかなと思って、で、まあ、代表的なものを今ここにね、集めてきました。で、これがね、もう今売ってないんだけども、2000台で買えたヘッドホンね、記憶にあるでしょうか、ね、2000台で売ってたんだよ。これアクティブノイズキャンセルがちゃんと搭載してるの、これね。で、アクティブノイズキャンセルはもう本当すごいよ、これに匹敵するっていうか、もうこっちの方がもっと強いかもしれない。びっくりするぐらい、このお値段なのにって、受験生にぴったりだよって感じで、こんなに安くてアクティブノイズキャンセル本物が過ぎてるっていうね、おじいがこれかなりね力を入れて PR しました。ただ受験生に向けてはいいんだけど、もう今これ売ってないよ。ちょっとここの径がちっちゃいのと、あとは音楽を聴く場合にね、音がどうしてもね、ちょっとそんなに素晴らしい音ではないっていうことで、まあ、音楽用としてはちょっと おすすめづらいんだけども、アクティブノイズキャンセルを
試してみたいという方にはこれもものすごくいい商品だ、安いよねということで当時はPR いたしました。もうこれね、シープ、ごめん、スポンサーさんね、名前忘れちゃった。いろんなナイフとかを売ってる方がね、これだけ売ってたんだよね。すっごい激安売ってて、当時アクティブノイズキャンセルのついた、オーバーヘッド型でね、最安だった。で、あと、アクティブノイズキャンセルが、インチキものが結構多かった中、ガチで本物だったということで、これはねちょっと一世風靡したんだけども、オジーの中でねあまりそんなに大量に出なかったんだけども、でも今もう完売してます。これはね受験生には本当いい商品でした。で、元気なオジーが一番最初にねアクティブノイズキャンセリングと知り合ったのはこのミックスコーダーというね、このヘッドホンでした。で、これしばらくオジーのメインになってました。当時ね、おじいね、あそこのやつを使ったんだよ。オーディオテクニカのね、1枚ぐらいのやつを使って、で、これ聞いた時に、と思って、もうメイン入れ替えって感じで、これにしてたんだよね。で、当時はものすごく満足していた。もうここも、ここのとこも柔らかいし、ね。すごいね、今でもまだ売ってるよ、これ。今ね、6666円で売ってるかな、これ。で、おじいがね、これすごい気に入ってたんだよ。ね、これね、うん。よいしょ。これがミックスコーダー A9 で、しばらくおじいのオーディオの最新リストの中でね、殿堂入りで入っていたっていうね、このミックスコーダー E9 ね、ここがねものすごくこう柔らかくて、これね、ここの感じがタウトロニックスさんのこれと比べて、まあ、ほぼ同じぐらいなんだけども、タウトロニックスさんの方が全然柔らかい。おじいの人生で最も気持ちがいい柔らかい、これ以上柔らかいのないかなと思ったんだよ。ちょっと硬いのとかね、この柔らかいやつでも2、3種類ぐらいあるんだけど、これね、こっちがタウトロニクスさんのやつで、こっちがね、ミックスコーダー入れないな、こうでしょ？ほら。わかる？ほら。もう見てわかるでしょ？ほら。この柔らかさ。だここがすごい、メガネをかけても痛くないっておじい、一番最初真っ先にファーストインプレッションを言ったでしょ。この柔らかさで、これ右と左入れ替えてみようか。こうして。こっちがタウトロニクス。ね。ちょっとこれ逆にしようか。ちょっと待って、ね。こうだね。こっちがタウトロニクス。ね。こっちがミックスコーダー E9。ほら。わかる。元気なおじいが今までいろんなオーバーヘッドね、ものすごいたくさんレビューしてきたけど、こんなに気持ちがいいこのイヤーパッドね、いやこれ一番だね、びっくり、ここまで気持ちがいいのは、ね。それで、まあ、音に関してなんだけども、これね、これも有線と無線両方使えるからめちゃ気に入ってたの。もう今つけるとこの締め付け感が、あの時全然気にならなかったんだけど、もうこのタウトロニクスさんのこれをつけたら本当何もつけてないような感じ、本当に圧が何にもなくて、だこういうこれもすごいね柔らかいんだよ、めっちゃ柔らかいんだよ。で、他のものに比べたら全然ここが大きいので耳がすっぽり入るから耳にかからないから全然苦にならないんだけども、でもちょっとやっぱもうタウトロニクスさんを知ってしまったら全こっちがもう押さえつけられてるような感じ。普通一般的に言うとすごいきついのがいっぱいあるんで柔らかいって方なんだけど、ここも痛くないってなんだけど、もう今の比較を見てもらったように、もうこのタウトロニクスさんのこれを体感しちゃったらもう戻れないね、本当。で、
音もね結構すごい気に入ってたんだよ。高音質でいい音だなと思っていたんだけども、ある日を境にこの音はまあ、作られたもの音だなっていうのに気がついてしまって、で、まあ、機械音っていうかね、エフェクトが強いなと思って、それで、まあ、ある日を境に OG はこれメインから外れてしまいました。で、まあ、この手のね中華の、イヤホンヘッドホンね、まあ、本当どん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 新しい商品出てくるよね。でその後におじいが気に入った殿堂入りがこれなんだよね、これなんとかこれトラベラーね、アーバントラベラーのこれ 1.0 の方です。 2.0 があるんだけど、 2.0 も新製品でおじいのところに送っていただきました。1万円ぐらいで売ってるやつかな、1万円ちょっとぐらいで売ってるんだけど、こっちはね、いくらぐらいかな、6,999円ぐらいだったかな確かね。で今はもう売ってません、トラベラー1は。で、1と2を比べた場合にっていうよりも2が不良品でした、初期不良でした。で初期不良だよっていうのを動画も作って一応送ったんだけども、うん、それで会社は返事が来なかったので、残念だねでレビューが終わっちゃってました。で音もね、こっちの方が、まあ、両方ちゃんと有線無線聞けるんだよね、まあ、こっち側しかちゃんとしたレビューができてない状態なんだけど、やっぱりね視聴者様からもちゃんと正常品がね届いたよということでコメントもらったんだけど、やっぱりこっちの方が音がいい、トラベラー2よりも1の方が音がいい。でこれがね色がね、おじいすごい気に入ったんだね。でこれもほらすごくね気持ちがいい、これねすごく気持ちがいい。じゃあタウトロニクスさんとね、じゃあ比較してみたいと思います。こっちがトラベラー1、こっちがねタウトロニクスさん、いくよ。さあ この場合どっちだ、まあいい勝負なんだけれども、ほらタオトロニクスさんの方がやっぱちょっと柔らかいかなね、こうクニャーって言い方が違うね。これおじいがすごい一番気持ちいいって言ったやつなんだよ。で触った感じもいいんだけど、やっぱねタオトロニクスさんの方がもう全然劇的に柔らかい、本当にこの気持ちよさはね、うん、男性だったら絶対誰でも好き、ね、もう瞬間的にあって思うぐらいのこの柔らかさ、気にならない人はいないと思います、ね。でね、これもねすごい気持ちよかったんだけど、まあ、微妙にちょっとここがね微妙にちょっとこうちっちゃいっていうね、そういうのがありました。でこれもねこの圧がこのミックスコーダーで比べたら全然ないので、でここをねこう広げる、ここちょっとこう新品の時に引っかかるのでちょっとこう広げてあげると耳がすっぽり中に入るようになります。でこれをこれはねつけた状態でもあーってすごい本当ただふわってのっけただけで全然これも眼鏡全然痛くないです。でかけててもうこれつけただけで遮音性がもう半分ぐらいになってます。でこれアクティブノイズキャンセル入れるともう瞬間的に海の底に入ります。これも今バッテリーがなくなっちゃったねこれね、うん、アクティブノイズキャンセルもね効かないです今ね。これねすごい気に入ってたんだよね、めっちゃ気に入ってたこれね。でこのねミックスコーダーがすごい機械音に超えちゃったんで、ああこれいいよねってねずっと気に入って気にしたんだけど、この手のやつをね一回、まあ、ちょっと卒業してしまったっていうのがあって、でその原因は何かっていうと、ここに並んでるソニーのシリーズのモニターヘッドホンってやつでね。でこういうのを聞いてからこっちに行くと、最初は瞬間的に
ボーカルがこもってるってこうすごい思ったんだけど、もう今ね全然そんなことないんだよね。まあ、エイジングももうもうバッチリやってやるっていうのもあるかもしれないけど、ブリューボーギングして聞いてるんだけど、もう全然普通の声っていうか違和感のない音っていうのをもう覚えちゃったんで、覚えたっていうか、ね、思い出した。昭和の時代はこういう音ばっか聞いてたし、みんなテレビも資料もみんな真空管入ってたし、普通の声があんま機械音っていうかデジタル音っていうのがあんまなかったんで、昔はね、昔みんなアナログだったんで、なのでその、ま、イコライザーとかそういうのを使い出したのも随分後の話だし、本当その機械 DSP とかね、あんなものはもうずっと後の世界なんで、もうおぎゃーと生まれてから 聞いてる音っていうのは違和感のないアナログの音で、温かくてこういう声とあんま変わんないような、そこに人がいるような、そういう声を聞きながら育ってきたんで、その違和感のない音っていうのがあってなんとなく分かってきたっていう、うっとあこの好みの音だった高音質っていうのはすごい、イコライザーでいうと高音上げて真ん中を押し上げてみたいな、そういう調整された音なんだなっていうね、要はチューニングされた音っていうんだけど、そういったのをねちょっと感じてしまうようになったね。だからね、その同じ高音質でも低音が効くのかどうなのか、高音がシャリシャリねキンキンカンカン出るのかで、ボーカルがこもってるかどうか、この3つなんだよね。でこのボーカルがクリアっていうのはなかなか少ないです。本当にみんなちょっとねこもったりするんだよね。なので今のスマホなんかで普通の音楽を聴く場合に、なかなかね気持ちがいいクリアな音を聴こうと思ったら、どっちかっていうとイヤホンの方が高音質が出やすいんだよね。オーバーヘッドだとちょっとどうしてもねドライバーが大きい分だけ、逆にちっちゃい音で聴いてると不利になるかなっていうのがあるんじゃないかなと思います。あと振動板のね大きいから、まあ、慣れるのもちょっと時間かかるかもしれないってのもあるんだけどね。でこれらの今これが大体ね7000円前後ぐらいで、もう手に入りません。というか6999円だと思ったんだけど、でこのミックスコーダー以内は今6999円でまだ売っております。でこれは2000円台なんだけど、音楽は全然もう聞くには耐えられないんだけど、 ANC が素晴らしかった。でこの中でタートルミックスさんはこれ5999円で出してきて 20% オフね、1200円ぐらいね安くなるということで、だから4000円台の、ね、後半で買えてしまうクーポンコードをね、出していただきました。で5000円を切った値段で買えてしまう。そうするとこちらで比べるとお差額は2000円ぐらいね、こちらは7000円だからやっぱりおしるぐらいだね、2000以上だよね。まあ、こっちは値段が安いんだけども、ここで比べてじゃあどれぐらいの位置なのかなっていうね、このコスパ的に安いんだよね。今までのこういった中華の ANC がついておじが気に入ったものより、2000円ぐらい安く手に買うことができます。2000円から3000円安く買うことができます。まずこの2000円から3000円安いこの中で、今言ったように柔らかい、こんなに気持ちがいいイヤーパッドはおじいは初体験です。本当ね。で、こういうね例えばソニーだとか、まあ、もういろんなブランド、そうだよ、日本で有名なブランドってあるでしょ。そういういいイヤホンっていうのはみんな独自形状しています、ほとんど。でこういう中華系のヘッドホンのいいところは、普通の 3.5 ミリのこういうのこれをそのまま差し替えて使うことができます。だから太いのにしたり細いのにしたり長いのにしたり短いのにしたり、この線一本で音が変わるんだよね。なので自由に好きなものを使うことができます。でその点ね、ソニーはね、ソニーとか他のメーカーはみんなこう専用に形いやらしくしたり長くしたりとか、専用のものでないと普通のものが入らないトラップを仕掛けてあります。本当にねせっこいよね。
なので、これはね、自由に普通の 3.5 ミリのやつを刺すことができる。いやらしい仕掛けがない。ね、で、こっちの方は、形状が斜めになってて、この先も、細いやつを買わないと入らないっていうね、ちょっと若干形状失敗したよねっていうのが、これはありました、当時ね。で、肝心の音をね、で言うと、やっぱり、この、こっから出てくる音の良さっていうの、良さというか、これをこのままノーマルで聞いたときに、まあ、これよりは全然高音質なんだけども、こちらで、これとこれを比べたらダイレクトな音で聞いた場合はやっぱりこっちの方がいい音っていうかクリアさというか高音質があまりこもり感が あんまないかなっていうね薄いかなっていうそういう感じにいくまでこれ本当にだとニクさんの方がちょっと不利かなって思います。でミックスコーダーの場合は逆にちょっと機械音なので高音質なんだけどもちょっともう比べちゃうと違和感ありまくりになってしまいます。で、要はねここら辺との勝負かな値段がね2000円以上安いんだけどもここら辺との勝負かなっていう時にこのタートルニキさんの特徴っていうのは低音がねウーハーがオになってるようなそんな低音がボン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 出るんだよね。でおじいが言ったのがこういうアイライマさんのチューブ T5 低音中あもう時間が来たから今一回ね消しちゃったね今ね自動電源オフになったね便利でしょリモコンでまたオンになるんでこれねボリュームもほらボリュームもこうほらね上がったり下がったり低音高音もプラスマイナスとかねこうできるんだよ。でこのねタオトロニキさんのこれね普通に聞いた時にちょっとねやっぱ真ん中がねボリューボーカルがちょっとややこもりに聞こえます。でただこもってるだけじゃなくてこれ原因っていうのが明らかに低音が強いからです。でこのアイライマさんのやつでずっと聞いてておじいの聞いてるポジションが低音がマイナス10の高音が0かプラス2まあ2段階ごとに2、4、6、8、10なんだけどね。だから1レベルプラスを上げるか、ノーマルか、どっちかで、曲によって、これね。だからこれぐらい低音が、強いということになります。でもね、ボーカルがどっちかっていうと、リアルに近い、要はモニターヘッドホンに近い声です。なので、ここで、低音の方を絞ってあげることによっていい音をね再現することができます。これはねでそこで今出てきたのがねここにこれがソニーのね、MDR-CD900ST ということでこれがもう世界のねいろんなスタジオにあるからまあ皆さんもいろんなシーンで見たことがある。もうこれ定番、ド定番のやつです。これね。これを基準にしている。これが今、アマゾンで1万8000円くらいか、2万円弱ぐらいかな。なので、これがね、4800円くらい、まあ、5000円くらいでも、5、15ね、まあ、4個分ぐらいね、4個弱ぐらいかな。4個ぐらいは変えてしまう。4個弱ぐらいの、こっちがね、約これの4分の1ちょっとぐらいのお値段ということになります。 30% ぐらいの、ね、お値段ということになります。そう聞くと音が悪いわけないでしょ。それで今度はこのね、この今の900を、ねまあ、ちょいとチューニングした海外仕様の日本では未発売の V6 というのがあります。今アマゾンでね売り切れになっちゃったというかもうなんていうかな売ってる業者あるんだけど3万円ぐらいでちょっとプレミアがついちゃいました。これね、で偽物がものすごく多いです。信頼のあるショップから買わないと偽物捕まされます。これはね、でこれはでも今ちょっと普通に買えないんで3万円ぐらいになっちゃってるのでちょっと値段の方はねもう何とも言えないんだけれどもまあ、やっぱり900同等ぐらいになります。
それであとはここにあるのがね、あの一般的にこれ何番だっかな、7508だね、ソニーの、ね、ちょっとこうブルーのラベルで珍しいでしょ。でこれがね普通の変なヘッドホンを買うんだったらこれ買った方がいいよねっていうね、これがね1万今2、3千円ぐらいでアマゾンで購入することができます。これもね、でこれもやっぱね、あの二色の使わないで挙式をね、でこれが比較的あの1万円超えちゃうんだけども、でもやっぱちょっとこうモニターヘッドホンでね、あのいい音原音を知りたいなってベースを知りたいなという時には安く手にある。こっちの方はやっぱ2万円近くするんだけど、こっちは1万円ちょっとで買えるので、でこれもね、モニター寄りの音なんだけども、やっぱりねエフェクトがかかった音です、こっちはね。なので購入してもあのやっぱ900とかこの V6 のボーカルの声とこれではね違います、明らかに違います。でパッと聞いた時にはもう誰もがみんなあこれいい音って好みの音になります。これはねだ普通に調整しなくても普通にいい音なんで、もう普通に音を聞いたらあこれって感じで絶対にこれを選ぶと思う。あの音にあんまりうるさくない人は絶対これを選ぶと思う。で、音に うるさい人たちは絶対こっちの良さが分かると思うんだよね。でこっちの方が逆に若干ちょっとあのこもって聞こえるんだけども、最初はね今全然そんなことない、まあ、あのエイジングもしてあるしね。であのこういうのいくと余計にちょっとこうちょっとその真ん中足りない部分をあの高音だけ1個上げるだけでもうドンピシャの調整になるんで、もうほぼ未調整だとちょっとなんか なんかちょっとモヤモヤしてるなっていうのがシャキッとなるんだね、これ使うとね、そんな感じです。でやっぱりねあのこの音を聞いたらこの音の多さと粒々感を聞いちゃったらやっぱりこのね、3分の1、4分の1の値段のタートルネックさんちょっとかわいそうな結果になっちゃうんだけど、でも値段の差がね、3倍4倍あるにしてはすごくちょっとこれあの低音さえ抑えれば要はこっち寄りの音がする、要はボーカルの感じとか鳴り方がこっち寄りの鳴りがこっち寄りではなくてこっち寄りの音がします。ただ残念なことにスマホにダイレクトで聞いてると残念ながらちょっと高音が強すぎる、低音が強すぎるね、どんどん響きすぎちゃうので、機械的にイコライザーかなんかで抑えてあげるとかね、調整しなければならない、ね、まあ、あのちょっと惜しいなってところなんだけど、だからそれをやるかこういうアンプを通すことで音を整えて聞くとすごくね、この値段で、マイナス10にしてあと高音をプラス1個上げるか、まあ、ノーマルゼロのままでいるかによってかなりこっちに近い音がします。じゃあ何が違うのっていうと、キンコロカンコロキンコロカンコロ通常聞こえない音っていうかね、縁の下の力持ちの音の数が全然違う、解像感がこっちの方が全然ソニーの方が違うっていうのと、音のもう位置がしっかりしてるっていうのと、もうあの音を追いかけられる、もう全然ね星の数が違うみたいな表現で、違うんだよね、全く違う。なので全く違うんだけども、でもそのちょっと音の数をちょっと減らして廉価版にしましたよみたいな、パッと聞いた感じ、なんていうの、耳がねそんなに超えてない人だったら、あ同じような音だって感じで、ごまかすことができます。それぐらいよーくこっちの音をよく知ってる人じゃないとわからないぐらいまでマイナス10にすることによってすごい近い音になります。でこれらのおじいが今ずっとね、お昼前からご飯もぐもぐもぐ食べながら
ずっとあのここら辺も改めて聞き比べて やっぱりなんかいろいろ最初悩んで、最初普通にあこれいいな、これいいよね、これ好みだよね、こっち思ってるよねって言いながら、でもあのこれあの V6 つければ、うわこれなんかちょうど中間ぐらいでいい調整だよねって言ってたのに、なんか今ドハマりしてるのがこの900って言ってなんかねここら辺は よく変わるんだよ、その時によって。なんか今900に戻っちゃったんだけど、今これにはまってから、これがちょっとぶら下がってるんだけど、すぐにパッて出せるところにね。で、まあ、ここら辺にちょっとこう近いなっていう、だから音の似たようなところを出せてるんだけども、音の数の違いということと、低音がねプラス10強調されちゃってるっていうね、そこぐらいのところにはまるかなっていうのがね、多分オーディオマニアの方だったらなんとなくこのニュアンスで、あーって感じで、あそうなんだ、じゃあね、4000台後半でそんな感じの音飛ぶみたいなやつが買いちゃうんだと思うと、なんとなく音質っていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。なのでこれはね、本当おじいがね使ってて思ったのは、音をね一番最初の1秒飛ぶんだよ、1曲目のスタートした時のね音がね、飛んじゃう。やっぱ有線と無線ではね差があるんだけれども、そこの部分ねちょっと残念だなっていうのと、あと低音直接スマホから飛ばしていくには、プラスマイナスロデフォの状態だと低音聞きすぎだよこれ、ちょっとやりすぎじゃないのっていうね、そんな感じはします、ね。その延長上でちょっと中音のボーカルが犠牲になっちゃっているので、そこだけなんだよね、ああ惜しいなっていうのが。でつけた感じの感触がものすごくいいっていうのと、要はこのアンプと組み合わせることによって本領を発揮する、要はこの3倍4倍もするソニーのモニターヘッドホンの要は弟分妹分としてそこのポジションにはまりそうな、そんな感じがするんだよ。だからガチ聞きしない時に似たような音に調整して聞くことができるよっていうね、そういう感じです。でいろんな中華ヘッドホン、アクティブノイズキャンセルのやつを聞いてみて、このアクティブノイズキャンセルをオンにしないとちょっとなんか物足んねえなみたいなね、そういうのがあったけど、こっちの場合は有線、要は有線で聞いてる場合なんだけど、アクティブノイズキャンセルをオフにした状態でアンプで組み合わせていくのがおじいは好きです。でアクティブノイズキャンセルをオンにすると全体的になんか音圧が上がるっていうかね、バーッとこう全面的に出てくるんだけども、アンプを通す場合は逆にアクティブノイズキャンセルをオフにした状態で、ちょっと調整してあげる方がおじい的には好みかな。キョンキョンが近く来すぎてちょっと爆発しちゃってるんで、近すぎるんでもう近いって感じだよね、まあ、近い分にはいいんだけど、キョンキョンだったらちょっとね、大きすぎるよってね。だから、ああそうおじいがこんな表現してた。マイク、カラオケ屋さんでマイクで声を聞いてるような、すぐここにいるのに、すぐ近くにいるのに直接の声を聞いてるようになって、マイクを通した声を聞いてるような、そんな感じがするっておじい言ってたよ。そうそれなんだよ、ね、なのでね、そこのところだけね分かってて調整すれば、いやもう何とも言えずいいよね。であと有線と無線では音は違います。音の質は同じ、低音の出方も同じなんだけど、音の質はすごい変わります。音の情報量が変わりますだからね。なのでおじいはこれ使うのに、なんとなくうんって聞いたりとかね、ただなんか音楽を聞きたいという時はワイヤレスが便利でいいよ、表に使ったりとかねはいいけども、ガチで音楽を聞きたい時はやっぱり有線の方をおすすめしたいかな、おじい的にはね。そんな感じです。で改めて、
こんなに時間をかけてね、まあ、この音だけはどうしてもね著作権の問題があるので、おじい過去にあのね聖子ちゃんとかね、あのキョンキョンで YouTube 動画何本も消されてます。エイジングしててほったらかしてて自分には聞こえないんだけど、これマイクの感度が良すぎちゃって、V360MS ので、視聴者さんが聞こえるよって言うんで、おじい聞こえないのに、それぐらい感度がいいからね、いやもう本当無理なんだよね、残念ながら。だから本当ね、あのこんだけ時間をかけておじいがじっくりとを聞き比べながら、実はお昼寝しちゃったこのね900でこのアップ通して聞いてると、もう寝ちゃう、寝ない人いないと思うね、絶対心地よくて寝ちゃうよ本当。もうなんて素晴らしいんだって感じだね、うん、で改めてこれがあの、まあ、5999円だよって言っても、音の、分類的に言ったら、ああまあまあいい方だねっていう。でもおじいも、もともとちょっと貧乏症なので、こんだけいい面がこんだけあるんだけども、実際にこうやって手に取って見てるからこの価値観があって、 20% オフクーポン使って、え5000円切った値段なのって言うと、あコスパいいね安いねって思うんだけども、これ絶対にね、これで、ね、もし元気なおじいがね YouTuber やってなかったら、これ5000円弱でね、これ説明文だけ見てポチるかなって、タオトロニックさんを知らない時にポチるかなって言うとちょっと微妙です。だ 今だからこそタオトロニクスさん の、 あの照明とか、あのサウンドバーとかね、そういうのをあのレビューやらせてもらって、いや本当これ安いけどすごくいいよねってね、あの思って、よく分かってるんで、 そこら辺の価値観も分かるので、あこれすげえコスパいいよねって、で実際にさって、うわ柔らかいっつって、でもあのここら辺がね、気持ちがいいイヤーパッドでしょってもし書いてあったとしても、みんな同じなんだよ書いてある文章が。だから実際に物を触らないとわからないけど、中華物ってお店に売ってないじゃん。だからね本当にねこれね難しいんだよ。でレビューを見ながら、食いつこうにも最初のレビューはちょちんね、桜レビューっぽく見ちゃうでしょどうしてもね。だからなかなか信用しづらい最初はね、だからやっぱりね、1ヶ月2ヶ月3ヶ月ウォッチしてて、新しい人にして、でレビューをいくつか見ていかないと、なかなかおじいは信用しない方なんだよね。だからね本当にね、商品ページを見ただけでは触らないと思うんだけど、実際にこういういいヘッドホンをいくつか持っていて、で中華のヘッドホンもいくつか持っていて、それでいて全ての音を聞き比べて、これがクーポン使って5000円切った値段で買えるっていうのは、これは幸せだなっていうのがね、コスパがいいねってすごく改めて実感しました。ただしこういうアンプがあった場合に幸せになります。でこういうアンプがないと何度もくどいようだけども、イコライザーを使って要はちょっと低音を落としたりね、調整しないと、あと中音が眠いんだよねすごく。で、まあ、結構一晩鳴らし込んで、でその後も聞いてるんでね、エイジングとしてはまだまだ100時間200時間までは全然追いつかないんだけども、でもまあここまで鳴らすとある程度もう音が落ち着いてくるんだよね。なのでその段階で、すげえ眠たいのはちょっと抜けたけども、でもノーマルだと低音が効きすぎてやっぱり中央眠たいっていうのは変わらないので、なのでこちら側で調整するか、アンプを通して一回整える、ね、真空管のハイブリッドアンプを使って整える、これがね、前提でコンビを組んだら結構最強だなと思います。ただね、アイガイマさんのこのアンプを買ったんだったら、このアンプがすごくいい音が出るアンプなんで、これにこれがバランスが合うかというと、ごめんね、ぶっちゃけおじいがガチ押ししたのはこれです。900です。
でもこれね、今アマゾン見ると1万8000円ぐらいするんだけども、でも一生もんなんで、本当にこのイヤーパッドもここもね交換物が売ってるので、これねそう簡単に壊れないです。これ業界で長く耐久性がありやしたんで、その箱も面白くないもんでね、物だけポーンって入ってる状態で、もうマニュアルもなければ飾った保証書もないね、初期不良だけっていう、そういうもんなんだけど、それ現場で使うやつはこう耐久性があるから、もともと壊れにくいもんなんだよこれね。だ一生ものと言っても過言ではない、そういったものなので、まあ、人生いい音聞きたいなって、楽しみたいのであれば、これの9999円とこの1万8000円の投資で、ね、まあ、約3万円の投資っていうのは、これは人生の中で自分の娯楽として投資するんだと、この3万円は決して惜しくないなと思います。ただしこれはこれね、視聴者様から提供いただきました、ね、でこちらのね1枚の方もこれもね案件で紹介させていただきましたね、貧乏性なおじいが貧乏な時にこれセットで3万円で買えるかっつったら買えないです、本当に。だから実際に使ってみてもう手放せない、これを知っちゃったらもう嫌だよ、離れたくないよってなるから、今だったら3万円出してこのセットで買いたいって、惜しくはない、他のものを我慢しても優先的にご飯買うよりもこれ買いたいんだって今だったら思うんだけども、これを一回ね、やっぱ店頭で確かめないことには分かんないよね。でね、このアイワイマさんのこのアンプなんだけども、これね黒が2個でシルバーが4個売ってました、昨日だかおとといね紹介した時に。で元気なおじいが紹介した後に1個誰か買ってくれました、ね、であとはね買っていただいた形跡はないんだけれども、今見に行ったら黒がもう売り切れてました。でシルバーが残り3個になってたから1個売れたってことなんだね。だからおじいの視聴者さんが1個買ってくれて、あと2つは自然に売れてるってことなんだね。だから本当これね、安いもんじゃないんだけど、これ売れてるんだよっておじい言ってたでしょ。この間にこの1日2日の間に3個売れたんだよ。1個はおじいの動画見て売れたしだけど、残りの2回自然に売れてるんだよ。本当これガチで売れてるんだよ。これアイワイマさんのこれなんか隠れた名品だね、これね、一品だね。これ美味しいね、ガチでおすすめしたいです。これはね買って損はないよ、ね、まあ、今ねシルバーだったらねあと3個あるよ、ね、おじいがそこまで言うのはパシてみようかなってね、10万円給付金いただいたらねぜひ買いましょうって言ったんだけど、10万円の給付金でこれが1万円で、ね、こっちが約2万円弱なんだけど、このセット買えばもう一生いらないよ、アンプは、アンプとヘッドホンはガチでいらないね。あと音ってこんなに楽しい世界だったんだって気がついちゃったら、ノブサウンドさんのこれのもっと最新型のね P1 Pro っていうのが出てるので、それをね1個買い足せば、あこんな違うんだ、要はねこっちはねランエボ、こっちはインプレッサ、そんな感じ、うん、だからね2台似たような特性なんだけどもね、ジャンルなんだけども、でも全然個性があって違う、ね、そんな感じです。どちらもパワフルでね、ものすごいいい味出してるよって、もうこっちを聞いた後でこっち行くともうテロンって甘いって感じでそんな感じになっちゃうよ、甘いって感じで、ね、こっちはもうクッキショキって感じでね、もうこの2つ おじいが今までの中の最高峰ですね、うん、こっちがこっちキーちゃん、こっちみーちゃん、逆かな、こっちみーちゃん、こっちキーちゃんかな、ね、うん、そんな感じ、ね、はい、ちょっと近くで見てみる。これね、よいしょ。いや、これね、おじいのガチ骨としては、
この T5 ね、本当にあの給付金でね、本当買っていただけ、これねリモコンがあるんで、これでリモコンでね、ほら消えます。でリモコンでこうしてね一発押すとね、またオンになります。これねめっちゃ簡単だから、あ今消えてたね、ボタンを押すと、はい入ります。それでこれボリュームとかね、これねリモコンでね、これねこれね、いいボリュームをね、ほらこれがすごく便利なんだよ。でこのとこね見てて、これ低音高音ってなってるけど、これねこれが高音24までかな、これね。ね。で、高音も、ほら、下がね、高音なんだけど、ね、今、マイナスにしてたから。ね。こうやってね、上に14、プラスに14。で、マイナスはいくつまでいくのかな？マイナスも14までいくのかな？これもちろんね、リモコンだけじゃなくて、ここのところでね、ここら辺のところで、今、入力切り替え、これがね、これが入力切り替えができて、もう一回押すとね、ほら、低音、高音とかで、プラスの14まで、で、マイナスの14まで、プラスマイナス、14までいけるってことはね、で、これもう一回押すと、今度次はね、低音になります。ほら、ね。で、今度これがボリューム調整になって、もう一回押すと、信号ね、今、Bluetooth とかね、ここら辺を、よいしょ、繰り返ることができます。これね、こっちの操作も楽なんだけど、これも、ここに、ソースのモードの切り替えで、これを押すとほら、モード切り替えなんからほら、これがね、もう楽でしょ？めっちゃ楽でしょ？ね。これね、このリモコンがね、めちゃめちゃ重宝するなよ、実は。ね。はい。で、これ中にね、あ、そう、真空管が入ってるんで、赤くなるよって、おじい前、みんなに言ったことがあるよね。これね、ほら、見える？ほら。真空管が2つ入ってます。あと、こっちが見えるかな？こっちが見にくいかな？ちょっとあそこに、なんとなく見えるけど、これね、ちょっと待ってよ。ここ、上下、これね、左右じゃなくて上下なんで、これが下の方。で、これが上の方。上下にこう、2個。これ、こうやって入ってんだね。うん。ほら、ね、真空管です。これね。なので、通常のやつって、こうなってるから、ぶつけちゃいそうとか、ね、ちょっと心配になる方は、これね、高さ、これアンテナはね、これ Bluetooth はこうして、まあ、倒せばね、こうなるんでね、これほんの隙間にこうパッてこう入るよね。見た目もかっこいいし、ここでアクセスが全部、プッシュでモード切り替えで、これでね、レベル調整ができるしね、すごく楽でいいと思います。ね。いいでしょう、これね。ここがね、ここがボタンになってます。これが、スイッチ。ほら。ね。このリモコンがあるとないとでは全然違うんだけど、まあ、ここの操作も全然苦にならない。だパソコンのとこに置いたいとかね。こんなにちっちゃいんで、全然真空管を気にすることもないので、だからここから熱い熱が出てくるんでね、ここは塞がないようにしてからね、上に物を置いてはいけないんだけども、ちょっとこれね、ずっと長く今もう3時間4時間つけっぱなしなんで、暑いです、ここね。結構、目玉焼き焼けるかな、まあ、長い間、置いとけばね、鉄板の毛で置いとけば、まあ、目玉焼きになるかもしれないな。まあ、暑いってほどじゃないんだけど、この3時間、もう4時間ぐらい経つかな。ちょっと待って、もう何分？ 15 時32分だから、まあ、もうすぐ4時間かな。ね、お昼前からがね、ずっとつけててね。なので、それでもまあ、こうやって手に、こうやってつけてられる暑さぐらいです。でも、やっぱ家電製品なんでね、家庭熱を持つと、ああ、暑いなっていう感じはするよね。うん。はい。こんな感じでね。これね、本当給付金いただいたら、1万円投資してね、
これ美味しい、本当ガチでおすすめします。リモコンガチで、あのね、あんまりね、みんなが一気に買うとこれあのシラクから2000円3000円値段上がるんで、キーパーっていうのが入ってると値段のこうこれが勝手なんでしょ。今これ安い時一番安いんで9999円ってで上がるからね、これ1万2000円くらいまでね、で今ゲットした方がいいと思いますこれね。であとね、本当にいろいろね、やっぱりねここに戻ってくるな、これね 900ST このコンビネーションがね何とも言えないです、まあ、このコンビで音を聞くと本当にあのベースの音が分かる、それを基準にいろんなイヤホンヘッドホンの音をあの判断することができるね。でこの900を聞くことによってね、あのキョンキョンのね、あの本来の音を知ることができるっていうね、スタジオの音を聞くことができるっていうね、まあ、あとはこの再生する装置をね、またもっとパソコンから引っ張ってくるともっと劇的に変わる。これパソコンあのダックもできるのでね、前パソコンのとこであの聞いててびっくりした動画作ったんだけども、もっといい音です。あの今このこれで電波で飛ばしたりくっつけていく音よりもパソコンにくっつけたらもっとすっげえいい音なんで、比べ物にならないぐらいね。ただちっちゃいんでね、こうしてどこでも持ち運びができるっていうのがこれがね、あの素晴らしいいいところです。でここはねこの大きいのでつけることになりますね。なのでこれ今ね、先端 3.5mm から変換してますこれね。であとね、後ろの方を見るとちょっと待って、コンセント抜いてよっ、電源抜いて、よいしょと、今 F1 プレート接続してるのはね、この 3.5mm、これをね、このようにして入力しておりました。ちょっと外しますね。はい、ここはね、AUX。で、パソコンにつなげるのはここです。ここね、USB で接続します。で、このとこはね、まあ、AUX にね、片っぽ 3.5 でね、片っぽピンのやつがあるよね。これの白赤の入力もできます。で、こっちはね、アウトプットです。アンプ付きのスピーカーにつけるか、もしくはパワーアンプでね、これで入力する、こういう感じでね、直結で入力をする。でここは 12V の電源になります。はい、そんな感じかな、ね、これはね本当おじアイワイマさんのアンプの中でめちゃめちゃ一番気に入っております。で本当はねこれね、これも早く修理しなきゃならないんだけどね、まあこれおじもめちゃめちゃ手放せないです。これはね、チューブ T5 と言います。ね。覚えておいてください。おじいがね、おじいの好きな音、どんな音って言ったらね、この T5。そしてね、ノブサンドさんの、まあ、P1 なんだけど、今もう P1 プロになってるからね、ほんとね。何がどう変わったんだろうね。見た目ここ、赤メタっぽくなったけどもね、ノイズ対策がしっかりできたのかもしれないね。もしかしたらね。はい。そんだけで、いかがだったでしょうか。このタオトロニクスさんね、改めて元気なおじいのところのチャンネルでは 20% オフのクーポンを配布して4800いくらでね買えた方がいると思うけど、まあコスパ的には十分、装着感は元気なおじいが知る限りこれがナンバーワン、間違いなくナンバーワンです。メガネをかけてでも痛くはないね。ただ低音が効きすぎるのでそこのところだけちょっとね、たまに傷です。で音の質感としてはモニター寄りのボーカルなので、ちょっと眠い部分を調整してあげれば、いやもう威力発揮というね、まとめをさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。ね、やっぱね、いい音っていうのをね、追求したらキリがないし、上を見ればね、本当にキリがない。ね、でも、しょぼい音っていうのはね、聞きたくないっていうかね、一回今聞いてる音よりもクリアの音聞いちゃったりとか、今の音よりもね、やっぱ音の量、情報量が多かったり、つぶつぶ感を知っちゃったりとかね、あと音の位置関係だとか、これもすごいたくさんあるんだよね。スピーカーとかヘッドホンとかイヤホンによってこのボーカルの位置とそれから楽器の位置ね、これはもうみんなね違うんだよ本当で。ね、例えばね、
コンポ、ステレオのコンポだったら、例えばね、スピーカーを変えると、ね、2way、1way、2way、3way、4way とかね、さっき単位のあるみたいに1個の中で 2way になったりとか、だからいろんなバージョンがあるよね。で、これは、やっぱり、高さ調整をしたりとか、スピーカーのちょっと高さ調整したりとかね、向きをちょっと変えたりとか、あとこの 下の材質ではねを変えたりとか、あと今ね、視聴者様からなんかパチンコ玉、真鍮玉ね、今提供いただいて、まだ置いてないんだけども、それを下に置いてみたりとかね、まあ、ゴイ玉とパチンコ玉でできるんだけどね、それだけでもね、音がかなり化けますね。下にブロックを置く、レンガを置く、ね、木の積み木を置く、いろんなものが、ね、あります。これで音っていうのはものすごい化けます。びっくりすること。スピーカーはそうやってね、実際に動かしながらとか、工夫をしながらとかで、音をすごい変化させることができるんだよね。一方、イヤホンとかヘッドホンっていうのは、それができないんだよね。もうここにつけるしかない。ね、位置関係も変わらない。ね、何で変えるのっていうと、結局こういうデジタル式に音をね調整してあげることしかできないから、だからね、もともとのベースの音っていうのがどういう音の鳴り方なのかなっていうのがもう重要になってきちゃうんだね。これがね、やっぱりね、音の情報量は、やっぱもう音の情報量で言ったらやっぱ高いものを買わなければならない。なのでやっぱね、安いもの、もう1万円を切る安いもので、今回ね、もう5000円をさらに切ったものでいい音を追求するっていうと、どうなのかっていうと、エフェクトがもともとかかった自分の好みを見つけるのがいいのか、もしくはこういうモニター寄りのものを見つけて、であとは自分好みに微調整をするだけでね、本来の音に近づけていくのがいいのか、要はこうして会話をする人の声、生の音に近い状態とか、楽器とかね、鳴り方とかね、そういったものを楽しみたいのか、それとも自分好みの機械音にしていきたいのか、この好みだとね、全然違うと思います。この好みっていうのはね、ベースっていうのがね。なのでこのベースの鳴り方で言うと、このタウトロニックスさんのやつは本当にその空間が広すぎず狭すぎずで、情報量も多いわけではないけども少ないわけではないね。で、高音がこもってるわけでもなければね、キンキンしてるわけでもないね。低音が多いと真ん中ちょっと眠たいかなっていうね。でもこのお値段でこの音のもともとの持ってる素質っていうのかな、ベース、要は女の子で言ったら化粧を取った時のベースがね、どれぐらい整ってるかが勝負でしょ。これはね、そのちょっと低音はちょっと大きすぎるんだけども、ボーカル、肝心なボーカルとか高音のそこのとこのベースの部分を、化粧する前のベース部分はしっかりした子なんで、ね、なので、ちょっとね、手を変えてくる方で大化けするよっていうね。だからこれがコスパ的に見て、これらだったらね、6999円ね、これもね、6999円とかね、だいたいこう7000円ぐらいするわけなんだけど、これが4800円ぐらいで買えちゃうってことを考えると、ここら辺よりも自然にこっち寄りの音を楽しめるってことはコスパがいいよね。つけた時にこの耳が柔らかくて、あ、これすごくいいよね、あ、この中のどれよりもこれが一番いいよねってね、そういうものをお加味してワイヤレスで使えてる、有線でも使える、電話も受けることができる、あ、いろんな使い方ができるよね。そう考えるとオールマイティに使えるからやっぱコスパがいいよねということになります。なので、イヤホンの中で、これが今までのナンバーワンだって、ね、表彰台1位だっていうわけではないんだけれども、このコスパで考えたらすごく素晴らしいね、ポジションにいる子じゃないかなと思います。はい、だけどね、今回はまあ、オーディオ雑談ね、アイワイマイさんのチューブ T5 はやっぱりすごかったって。でもこれパソコンにつなげると超ウルトラ威力を発揮します。これね、
音がね激変します、これがね。はい、なわけでおじゃあこの後ね、これ切り替えてね P1 でもちょっと楽しもうかなと思ってます。まあ、たまにはねのんびりもうゲームをやるんだったらゲームをやるとか、音を聞くなら音を聞くとか、ちょっとやってちょっとやって片付けてって言うとめんどくさいから、もう引っ張り出したんだったら徹底的に楽しみたいんだよね。今日は雨ね、あ今やんだかな、ね、もう楽しむときは楽しむ、ね、やるときはやる、やんないときはやんないって感じで、今日はね音にちょっと没頭してみようかなと思います。まあいくらねこのヘッドホンのお話をしてもね、今日は6月1日再入荷の予定は6月の5日です。でクーポンコードは6月の5日までしかありませんでした。でなので次はもうクーポンコードがありません。ただタートルジスタが提供してくれれば別なんだけども、もう終わっちゃってるんだよね。なので、どうだろうね、まあ、クーポンコードがなくても5999円だったら、まあまあ お値段出して、まあ、商売した気にはならないよね。あいいものだなと思うよね。うん、まあお金さえあれば、ね、10万円もらったんだったらソニーのね900言ってもらいたいなという気持ちは強いよね。一生もんだから、自分の人生が終わってもまだこの世に残って使える状態で残っていけばね、そういうもんで一生楽しむね。うん、今日楽しみたいんだったらね、本を読みなさいね。で一年を楽しみたいんだったら種をまきなさいね。一生楽しみたいんだったら安保を買いなさい、ね、そんな感じです。はい、以上でございます。参考になった方はね、グッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してください。皆さんもね、音に目覚めてみよう、ね、いつも聞いてる音がこんな音がしたの、ね、その発見をした時にはものすごい喜びがありますね。ぜひこの相葉山さんのチューブ T5 もしくはノブサンソンのね、P1 プロ&このねこのソニーのねこれね、MDR の、ね、CD900ST、ね、これのね偽物をつかまないでね、ちゃんとしたところから買いましょうね。本物を手に入れればもうって感じで、ちょっと聞いててね寝ちゃいます、って感じで。今まで持ってた曲を全部これに聴き直したくなるっていうね、そういう楽しさがあるよ。音の世界っていうのはねこういうもんだよ。であとねマニアになってくるともう我々ではわからないところなんで、なんかチップセットがさとかさ、この玉使うとさこれでニエーみたいな、なんかもうそういう信号暗号だよね。で写真書いてあるような、あこれねこれがこういう技術、これでスー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 これってしてる、こういう感じでこう取ってるからここのとこがいいんだよ。でもノブセンスのさこの基盤のさここのところがさここがもうちょっとこじれてくれたらいいかもしれないねみたいなね、わけのわかんない、ま、もうマニアの会話っていうのはもう宇宙人の腰みたいなもんだからね、わかりませんね。だからおじいの場合は理屈は全くわからないので、もう自分の耳で聞いていいか悪いかそんだけなんだよね。この何の缶を使ってるか、何のチップ使ってるとか、もう回路がどうのこうのとか、振動板が何を使ってるとか全くおじいには関係ない。一応紹介してる時には一応あるものは紹介してるんだけど、おじいには全く関係がないね。高級なねセルロース振動板を使ってるから音がいいんだっていうマインドコントロールされても、おなんか困ってんじゃんこれってね、これで1万2000円高えよっておじいズバリ言っちゃうしね、本当ね。おじいこれ半月ちょっとエイジングしたらどんどんいい音になってきたよ、おじいもエイジングもっと続けてみなよ、だけどこれねウレタンつけるとこれ充電入らなくなっちゃうから僕は使わないかな、じゃあダメってことじゃないかってね、まあそういうものも過去にありましたね。こんなに高いのに、ね、1枚以上出してもそこまでね、材料だとかねそういう説明文でいいんだいいんだいいんだって言われて、そうなのかな、まあ、高級なものですこれいい音なんだって思い込まして聞いてるのと、サウンドピースさんのね
本当に、ね、3,000円4,000円ぐらい、うわこの音たまらねえなって感じでね、びっくりしたので、どっちが幸せなのかなっていうと、たとえ安くても自分がびっくりしていい音だなと思って聞いてる方が絶対はるかに幸せだと思います、ね、おじいの、 音楽道はそこです、ね、もう理屈じゃねえってやつね。はい、そんなわけで、それからおじいもね、ね、本当誰か難しいことは分かんないからね、本当にこれがいい音なのかどうなのか分からないんだけど、おじいの一番最後のターニングポイントはこのソニーのこのね、この3つのヘッドホンね、これがやってきて、この違いこの違い聞き比べ、すげえプレッシャーだったんだよね、本当ね、びっくりするとプレッシャーだったんだけども、やっぱ視聴者の中に言ったら、うんうん、そうそうって感じでね、合ってた、ああよかったーみたいな感じでほっとした部分があったけどもね、これ面白いよね。まあ普通の人はこのまま3つもね、絶対によっぽどマニアじゃないと試すことができないので、この中の普通の人だったらこれでいいよ。この12,000円ぐらいで買えるこれね、もう見えねえ、これね7506かね、ソニーのこれがちょうどチューニングされてるんで、まあ、ちょっとこういう自然とはちょっとずれるんだけども、まあ誰もが聞いても、ああこれ音いいね、あこれがいいってなるから、絶対になるからね。でまあこの900がおしまいだけど、この中間のバランス取れたのがこの V6 だけど、もう今3枚になっちゃったんでね、買えないねこれはね。だからこれはなかったものとして考えてもらうと、10枚の給付金使うんだったら900円必要買った方が絶対幸せになります、これね。1個は持ってた方がいいと思う。みんな言うんだよ、音が嫌いじゃなかったら絶対にこれ1個は持ってた方がいいよってね。でこれを知った上で、いろんなものを基準にして比べるといいと思う。アンプでも何でもそうだよ、これをつけることによっていろんな判断ベースが決まってくるんで、やっぱ1個あるといいよ、本当、うん、すげえなと思った。でおじいのぶっちゃけね、そんなにいい音なのって言うと感動する音じゃないよ。一見パッと見た感じは、えこれがいい音なのって、スタジオの音だ、みたいなね、昭和の人間からしてみると当たり前の音なんで、そういうびっくりするような音で、どんな音なんだろうって思っても、普通に聞いてた音、あ懐かしいなって感じの音なんで、ただ本当に目をつぶって聞いていると、あこんなに音あったんだなみたいな感じで、うん、でもうエイジング住んでるとこもり感がないからね、今ねしっかりで聞こえるね。でもたまにね、イヤホンとかなんかちょっとエフェクトかかったの聞いてから聞いちゃうと、あちょっとやっぱなんか眠いなって思うから1個上げるとちょうどドンピシャなんだよね。変にこうイコライザーを入れちゃうとせっかくの良さが壊れるっていうか、そんなことをしなくても真空管ハイブリッドアンプを通せば真空管のおかげで音が整うので、もういい音にしてくれるんで、ベースをね。だからね、もうそういう意味でおじいはもう真空管の入ったアンプしか興味がなくなったっていうね。だからノブサンドさんのあのトーンってあるんだけど、デジタルアンプなんだけど、マジかよこの音とか、あとな丸いね、目玉親父みたいなのあるでしょ、あれもおマジかよみたいな、デジタルアンプなのにうわすげえいい音っていうのもね、たまにあります。確かにそういうのもね。でもやっぱり基本的にはね、おじいは真空管が入ってないとつまらん、ね、デジタルアンプはデジタルだから、いろいろチップセットとねチューニング次第でいくらでも音は変わって当たり前、変えられて当たり前ね、それが当たり前なんだよ。真空管の場合はね、やっぱハイブリッドだから、そういうチップセットの技術も必要だけども、やっぱりね真空管を通った音っていうのはもう音の入り方とか出方とか、この酔いのポーンって、この一音一音がポンポンポンと、もうこれがもう全然違うから、これがね全然もう全く違うからね、空間が違う、空気が違うからね、この違いはこんなに鈍いおじいでも分かったくらいなんで、一回知っちゃうとやみつきになっちゃう。
だおじや今までの人生すごい損したなと思うか、うわこれを知ったことで残りの人生ね楽しくなった、あこれを知らずに死ななかったなってね、よかったって思うかね、本当だ今も皆さんも今だったらまだ間に合うわけですね、その感動を今ならね9999円で色がシルバーだったらまだ3つありますね、いかがでしょうか、いや、ね、はい、そんなわけでおじいでした、まあ長かったね、またね、バイバイ